ヒゲじいさんです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は壱岐空港周辺にもたくさんの観光スポットがあります。それを紹介したいと思います。麦焼酎壱岐百年蔵です。創業は明治33年となっています。ご一緒に見学ということで、こちらが焼酎資料館になります。麦焼酎ができるまで写真で撮ってみます。一次仕込みでもろみを作り、そこに、二次用の原料大麦を加えて、二次仕込みでもろみと大麦を混ぜて麦焼酎ができるみたいです。市場には2年から20年いろんなブランドができるみたいです。もろみタンクになってます。順路7、そして順路8になってます。ありがとうございました。こちらが壱岐空港になります。発着便の内容はよく分かっていませんが、こちらは豊島空港もそうでしたが、やはりここも便数が減ったみたいで、長崎の便が2便1日、8時と14時ぐらいでしたっけ、2便になってます。空港でこの大浜の写真を見るとあまりにも美しかったのでやってきました。海岸線まで行ってみます。綺麗な砂浜の海岸です。ちょっと遠浅ではないんですが、あちらの方が遠浅なんでしょうか。もうすぐ10月なんですが、お子さんは水遊びされてます。楽しそうですね。大浜でした。こちらが都筑浜の港になります。壱岐牧場のビーフカレーがとても美味しいと聞いて予約を入れたんですが、残念ながら休みでした。都筑浜はちょっと分かりにくいですが、この体育館を目印で駐車場に立ってます。海岸まではちょっと歩くみたいです。この都筑浜のふれあい公園、これは芝生公園ですが、とんでもなく広いです。パターゴルフがあり、そしてこのようにキャンプ場もあります。駐車場から約5分歩くとこの都筑浜に出ます。先ほどの大浜と同じように綺麗な砂浜が広がってます。対馬と違ってこの駅にはこのように綺麗な砂浜がたくさんあります。
誰でしょう、こいつの雨漏りの。こう、飛ばしたみたいで。そして今日は息の最終日ですが、息に来て初めてこのような晴天に恵まれています。本当に綺麗な青い空です。皆さんこのようにパークゴルフを楽しんでいらっしゃいます。とにかく広い芝生公園と、このパークゴルフも楽しそうです。